さんこんにちは。さまざまなお話を案内させていただいております、音沙央でございます。ある一人の少女が生まれました。しかしその少女は理不尽な差別を受けておりました。そんな中である少年に出会いました。その少女と少年はどういった物語を描いたのでしょうか。それではお楽しみください。罪の名前です。どうぞ。
ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価をしてくれるとめっちゃ嬉しいです。では次回の動画もお楽しみに。ではバイバイ。